はい、もうこんにちは、ももです。今日は鬼塚タイガーのショーの準備をしていきたいと思います。どうぞ。あと多分2時間ぐらいかな。今回あのショーに行くこと自体が私は初めてなので、鬼塚タイガーさんはすごくかっこいいイメージなので、かっこいいショーを見れそうなのですごく期待しています。こう大きなことがある前の日とかは絶対にまずお風呂に浸かることと、あとなんか足のマッサージ機みたいなのがあって、それでむくまないようにするっていう、それをしないとこうダメみたいなのはありますね。今回ミラノに来るのは初めてです。昨日は撮影とすごい綺麗なところでご飯を食べに行って、すごく綺麗な街だなって思いました。今日はですね、いつもと違った感じのヘアメイクで、リップがすごくポイントにもなってて、あとはこのほくろを描いてもらいました。今ツアー中なんですけど、そのツアーの途中途中にこう韓国に帰るたんびに衣装のチェックをして、これがいいのかこれがいいのかみたいな感じでスタイリストさんとすごく相談をして決めました。体のラインも綺麗に見えるので気に入っています。なんかこうワンピースはすごい大人っぽい感じなんですけど、カバンがちょっとスポーティーなカバンなので、かっこよくマッチングしてるんじゃないかなと思っています。自分に似合うものを身につけたりとかするのが一番魅力的だなと思うので、なんかこう誰かを真似するっていうよりかは自分らしさが一番大事だと思っています。服を着たらショーに行くんだなっていう気分になってすごくワクワクしています。鬼塚タイガーさんとは1年ぐらい一緒にやらせていただけてるんですけど、鬼塚タイガーだけの色合いだったりとかがたくさんあるので、とかあとやっぱりかっこいい感じとすごい魅力的な部分が多いので大好きです。ちょっと大人っぽいワンピースだったので、短い髪の毛でちょっとシックな鬼塚タイガーっぽいメイクアップにしてみました。はい、それでは行きましょう。あと30分ぐらいです。やっぱり出発したらちょっと緊張しますね。初めてなので、どういった感じで行われるのかっていうのも知らないので、ただただ楽しみです。明日にもタイにツアーで行かないといけないんですけど、今回のツアーがまだ来年までもずっと続いているので、もっといろんな国に行くと思うので、皆さん楽しみにしていてください。